こんにちは。石川県総局連盟理事長の田中杉瀬と申します。石川県総局連盟は1996年に石川県内の流派を超えた総局関係者により設立されました。総局の普及と地元邦楽会の発展、若手後継者の育成を目指し時代に即した活動を行っています。ニューヨークのカーネギーホールやウィーンのコンチェルトハウスなどの公演やオーケストラアンサンブル金沢との共演など国内外で活動しております。今回は生田流制覇邦楽会、東道音楽会、総局宮城会、そして山田流総風会の4会派にフルートの多田由美子さんが加わり演奏します。それではお聴きください。1曲目は春の海です。のどかな春の海にカモメが飛び交っています。Thank you.
次はさらし風手琴です。琴演奏家宮城道雄が作曲した作品で、作曲家の作品というより演奏家の作品といわれる曲です。高音と低音の琴二重奏で、近代邦楽の伝統的パターンさらしをモチーフにしています。リズミカルでかつ緩急のメリハリがある曲です。Thank you.
続いては螺鈿です。螺鈿細工の趣や面白さを楽しむ第一章、光によって変化する貝殻の美しさをゆったりと歌うようなテーマとバリエーションで表現しようと試みた第二章です。ではお聞きください。続いては
石壁の符です。1934年松本一太作詞、中之島欽一作曲、漢詩石壁の符をもとにしたもので、中秋の名月にちなむ新作邦楽歌詞の入選作です。山田流の古典的な歌物の伝統に即しながらも、華やかで長い合いの手など各所に斬新な工夫が感じられます。月明らかに星まれ
最後の曲は虹です。松本正夫が作曲しました。1300年前の歴史の虹にふさわしい曲への思いと乱れのリズムをもとに作曲されました。それではお聴きください。Thank you.
いかがでしたでしょうか。時代を超えて人々の心に響く邦楽の世界をこれからもどうぞお楽しみください。